DBCLSから来ました小野博雅と申します。ですね、午後2番目として、やっていく内容はですね、こちらまた例によってこの ModDB の AJAX52 開けてますでしょうか。こちらをですね、開いていただいて下の方に行きますと14時45分からは、遺伝子発現 DB 解析ツールの紹介ということで、どうでしょう、先ほどの太田さんの実習難しかったなと思われた方、正直にちょっと手を挙げていただければいいんですよ。できなくて当たり前なので、難しかったな、ちょっとついていけそうになかったなっていう方、そうですよね、そう思います。で、いやいいんです、いろんなレベルの方がいらっしゃるので、それもちろん当然のこと で分かってる方も半分ぐらいいらっしゃるってことなんで、それはそれで非常に良かったと思います。で、ちょっとついていけてなかったって方は今自信をちょっと失われつつあると思うんですけど、まあ、そんな方でもですね、次はできます。まあ、そういう内容になってます。なんで本当はだからこの内容の方が先の方が良かったのかもしれないんですけど、ちょっとそれは次回以降の反省材料にしたいと思います。で、例によってこれをですね、右クリックで新規タブで開くとかしていただくとですね、右側に出てくると思います。こういう内容ですね。で、この私スライドありませんので、このページで全部終わりです。なので、やることは全てここに書いてありますので、分かる方はもうどんどん先に進んでいくと、もう非常に今回の内容は先ほどに比べると簡単ですので、どんどんざーっと見ていってもらってですね、こんなのは分かるよという方はどんどん先に進んでいってください。で、分からない方は私と一緒に前の画面と追随していただくという形にしたいと思います。それでですね、概要はここに書いてある通りです。で、概要をもう少しですね、分かりやすく書いたのがこの下の講習の流れと書いたところですけども、今回じゃあ何をやるかということなんですけど、まあ、最初に統合 TV って書いてあるんですけど、ちょっとこれを紹介します。で、私実は統合 TV の編集長というかですね、元締めみたいなことをやらせていただいてまして、まあ、そういう経緯もあるのでちょっと説明したいと思います。あと本題はですね、個別の一個一個の遺伝子の発現データっていったときに、まあ、皆さん何を想像されるかわからないですけれども、まあ、それを簡単に調べようというようなモチベーションがある場合にどういうデータベースを使ったら、いろいろあるんですけれども、その中で我々が紹介するものレフェックスというのを我々がちょっと実は手前味噌なんですけど開発をしてますので、まあ、それの話をしたいと思います。で、もう一つはこの一個一個の遺伝子ではなくて、もっと例えば数十個、もっと数百個、またまた数千個ぐらいの、例えば自分が実験をしてこう得た何か良さそうな遺伝子のセットみたいなのは例えばラボで持ってるとかっていうケースの時に、じゃあそれをどういうふうに生物学的に解釈をして、その自分たちの仮説をこう検証していくかみたいないうようなモチベーションがあった時に、どういうデータベースを使う、どういう解析をすればいいかっていうところを、実際に今はもうウェブベースでこういうことができるようになってますので、まあ、それを実際に実習で皆さんに手元のマシンでやっていただくと、まあ、そういうふうにこの3本2本立てぐらいですねでやっていきたいと思います。それでですね、先ほどので皆さん体験された通りなんですね。ここに講習に際しての注意とお願いと書いてあるんですけども、みんなで同時にアクセスするとですね、こう皆さん先ほどのでね、痛いほど分かったと思うんですが、まあ、予期せぬですね、トラブルというのがよく起こるんです。で、これ何て言うんですかね、皆さん普段使ってるとやっぱり全然あんまりないと思うんですけど、まあ、よくあることなんですね。で、今回やっぱ50人もいると、やっぱり結構これは大きな、同時でアクセスすると結構大きなアクセスになるので、まあ、そういうようなことがあります。で、我々がですね、ずっともうどんどん先に行け先に行けって言ってるのは別にその突き放してるわけではなくて、こういうことを実はもう体験的に知ってるからで、で、分かる人肌がその先にどんどん進んでいくと、アクセスの順番がだんだんこう皆さんでバラバラになるので、そうするとそういうトラブルも避けられると、まあ、そういう意図なんです。なので、はい、そういうことです。もうどんどんやっていってください。
はい、そういうことで、あとはですね、まあ、反応がないからって言ってこう何度も何度もクリックされる方いるんですけど、そうするとこう連打してもですね良くなるゲームではありませんので、ちょっと待っていただいて、あと前の指示をちょっと聞いていただくとか、まあ、おおらかな気持ちで臨むと、そういうことをポリシーでやっていきたいと思います。であと分からないことがあったら挙手にてというのはずっと一緒ですね。はい、それで、いざ講習ということなんですけど、まあ、いろいろ今回はですね1時間しかないので、ちょっといろいろすっ飛ばして話するところもあります。でちょっと分かんなかったよ、復習したいよっていう方用にですね、過去にいろんなところで講習会をやったり、はたまたいろんな動画を我々の方でアップをしてますので、まあ、それの参考情報になるようなものをいくつかかいつまんで紹介してますので、今日はちょっとここ駆け足で通り過ぎちゃいますけど、ご興味、キーワードご興味ある方はこの辺をまた当たられるといいと思います。はい、それでは、まずはですね、これちょっと最初の話として、統合 TV の話をしたいと思います。統合 TV を今日初めて知ったという方いらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。ですね、こういうものがありまして、何をやるかというとですね、まあ、我々今こうやって講習会とかでいろんなデータベースだったりウェブツールの使い方を紹介してるわけですけど、これ話したらここに来てる人しかわからないわけですなんですけど、これ例えば録画をしてどっかに上げておけば、例えば YouTube なんかでもいいんですけど、 YouTube なんかに上げれば世界中の人がいつどこでも誰でも見れるようになるわけですよね。まあ、そういうようなことを、まあ、7、8年ぐらい前から我々始めまして、もともとは皆さんのそういうデスクトップの画面をですね、録画をして、でそこにキャプション説明文をつけていくと、ここをクリックしますとか、そうするとこういう絵が出てきます、この絵はこういう意味ですとかっていう、もう皆さんが実際にデスクトップでやられるのと同じ画面を録画して、チュートリアルっていうような形で作ってそれを紹介していくっていうのを始めています。でそれがもう大体7、8年経ちまして、もうすぐ800本ぐらいになろうとしています。でこういうウェブサイトがありますので、まあ、この辺リンクをクリックしていただくと本ちゃんサイトに飛んでいきますし、まあ、一応簡単なスクリーンショットは撮ってあります。先ほど午前中にちょっと箕輪さんが説明をされたと思うんですけど、まあ、こういう形になってます。で先ほど YouTube って話をしたんですけど、YouTube にもですね全部同じ番組を上げています。で我々のセンターがですね、そんなにこうなんていうんですかね、サーバーがとても強いわけではないので、みんなでガッといくと落ちてしまうケースはあるんですけど、まあ、YouTube ですと大元が Google なので、まあ、よっぽどがねやらない限り YouTube が落ちてることっていうのはあんまりないと思うんで、まあ、もし統合 TV の本チャンサイトがダメな場合は YouTube に行けばあるよっていうのを覚えておいてください。であとね、 YouTube は皆さん使い方もう僕らよりも詳しいと思いますので、YouTube のインターフェースで見たい、早送りをしたいとかっていう方はこちらで見られるといいと思います。はい、で私の喋った話がちょっとここに文章になっています。で大事なことはですね、最近新しくですねここに書いてあります。で皆さんいろいろまあ、我々がですね、まあ、人数そんなにたくさんいるわけではないので、まあ、なるべくいろんな分野のデータベースですとかウェブツールを紹介しようとしてるんですけど、なかなかやっぱりこういろんな分野いろんな学問ありますので、フォローしきれてない場合がありまして、まあ、私がこんなに使ってるのになんで統合 TV にないんだっていうことをですねおっしゃられる方もいらっしゃるので、まあ、そういう人向けにですねここにお探しの動画が見つからない、または統合 TV に載ってない場合は番組リクエストフォームっていうのを作りました。いちいちメールをするのもですねちょっと緊張するじゃないですか。誰が見てるか分かんないし、何されるか分かんない、怖いっていう方もいらっしゃると思うんですけど、こういうですねちょっとなんかね和やかな感じの画面ですけど、こういうフォームを作っております。でフォームだったらねそんなに怖くないさそうな感じしませんか？僕はそういう感じがしてこれを作ったんですけど、ここにですね例えばなんかご自身の使われてるツールの名前とかを書いて、まあ、URL 分かりますよね。あとまあできることを、まあ、なんとなくこんなのができるよとか書いてくれればいいですみたいな感じでポチポチしていけばですねリクエストを送れるっていう、まあラジオにね聞きたい歌をリクエストするわけじゃないですか。ちょっと古いですかね今ね、どうなんでしょう、そういうことしないんですかね今わかんないですけど、まあそういう感覚でリクエストできるようにしようと、敷居を下げようと、まあそういう意図で
これをやってますんで、帰ってから何かありましたらこちら送っていただければ我々すべて目を通しますので、はい、ぜひお願いします。宣伝でした。そしてリクエストだけじゃなくて、例えばじゃあ自分でちょっとなんかチュートリアル作ってみたいなとかっていう方いたら、ちょっと募集をしているところがありますので、まあ、そんなに大っぴらに募集してないんですけど、まあ、こういうところに来てですね、まあ、学生さん中心になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと作ってみたいなとかっていう方もしいたら、こそっと教えていただけるといろいろできると思いますので、まあ、もしちょっと興味ある方は私に声をかけていただければなと思います。はい、そういうことで前座の統合 TV の紹介でした。で、この統合 TV の動画、今回の講習会なんかもそうなんですけど、全部じゃない、私の会に関しては全部統合 TV で同じコンテンツがありますので、例えば今回私の説明ちょっと1時間しかないんでバババッと行っちゃうかもしれないんですけど、後で復習が全部できるようになってますので、まあ、そういう方はマイペースで自分のペースで進めていただければ、後で後日振り返ってもう一回同じことが必ずできるようになってますので、まあ、そういう心づもりで挑んでいただければなと思います。はい、それでは10分間、あと50分ですね、50分間で2つやりたいと思います。1個目は個々の遺伝子の発現プロファイルを調べるということで、レフェックスというサイトを紹介したいと思います。で、まあ、細かい説明はですね、いろいろここに書いてある通りなんです。一番端的に言うと、ここの4つの異なる実験手法、 EST、ジーンチップ、ケージ、RNA シーケンスっていう、こう4ついろいろ遺伝子発現データを取得するいろんな方法があるわけですけど、まあ、これらのデータを私たちの方で集めてきてですね、フリーの誰でも使えるデータを集めてきて、でお互いに比較できるように整理をして並べていると、まあ、そういうウェブサイトです、簡単に言うと。で最近そのちょっとご存知の方、ご存知ない方いらっしゃるかもしれないんですけど、ファントム5っていう理研の横浜の方でやられてるプロジェクトがあるんですけど、これがですね結構おやんちゃなことをしてまして、いろんな細胞種、細胞株を全部シーケンスしちゃえみたいな、そういうことをやっています。でそのデータを最近入れましたよという話が入ってます。人で550種類、マウスで300種類ぐらいで、今までの実はレフェックスで紹介してたのは40個、最大40個の、正常の臓器、胃とか心臓とか筋肉とか、まあ、そういうような体の、皆さんの体にもついてるというかこうありますけど、まあ、その臓器の正常のデータだけだったんですけど、で直近でこういう人とかマウスの5、600種類、合計800種類以上のデータが追加されましたよということが書いてあります。でオリジナルのデータについてはこちらのリンク先に書いてあるので、その辺気になる方はちょっとご覧になってみてください。で最近ですね、このレフェックスのデータをですね使っていただいて、実は全て再利用可能なんですが、どういうふうに使っていただいても構わないんですが、そのある人がですね、このレフェックスアナリシスみたいな風に論文でこう書いていただいて、引用していただいてジャーナルにも出たというような例がですね、ありがたいことにこう出つつあるということで、一応ご紹介で載せてあります。なので、まあ、こんな感じでですね、今日実習をしていただいて使いこなしていただくとですね、論文の一つの何かフィグが作れるかもしれないと、まあ、そういうちょっと期待感でやっていただければ幸いです。はい、でいろいろできることはあるんですけど、まあ、代表的なものをちょっとここに4つ挙げましたが、4つ、正常組織の、まあ、これ当たり前なんですけど、正常組織における遺伝子発現のデータを調べることができると。でもう一つは、まあ、それの測定手法によるその違いですね、遺伝子発現がどう測定手法によって違うかっていうのを見比べることができると、が2つ目の特徴です。で3つ目は、これよく実験系の方でよくやられる、例えば何でしょう、肝臓を特異的に発現する遺伝子調べてよとか、何が発現してるかな、例えば実験のそのポジティブコントロールにね、
肝臓の実験をしていてポジコンを取って何が PCR のコントロールにしたらいいかなとかっていう時に、普通はまあ多くの人は論文を当たって、あ、他の研究ではこういうのをやってるからこれやればいいよっていうふうにやっちゃうんですけど、まあまあまあそれは多分歴史的に合ってるんですが、まあそれ以外にもう少し適切なケースが、例えばじゃあもうちょっと何て言うんですかね、バイアスのない実験データを見た時に何をすると一番良さそうかななんていうので、組織特異的遺伝子っていうのがよく話題になるわけですけど、それをですねワンタッチで調べられるというなかなかおつな機能がついております。はい。でさらにはですね、もう一つはこれが一番最後の肝というかなるんですけど、そのよくわからない遺伝子群がたくさん出てきた時に、まあ、それぞれお互いを比較して検討するっていうことができるようになっています。これちょっと字だけ読むとですねよくわからないんで、後で実習でやってみますので、まあ、こういうこともあるんだなと思っておいてください。はい。それでは早速ですね、実習の1番、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索するということをやっていきながら、レフェックスのサイトの使い方の全体像をレビューしていきたいと思います。はい。で先ほど申し上げました動画についてはこの復習用レフェックスの使い方というのがありますので、今はこれクリックしないでいいんですけど、YouTube のリンク先がここに貼ってありますので、ご覧になっていてください。でもしですね皆さんでアクセスをしてレフェックスが落ちた場合は、この YouTube を見ながらレビューをしていきます。で、まあ、早速、やっていきましょう。refx.dbcs.jp を開いてみてください。これ右クリックして開くのがいいかもしれません。どうでしょうか、 refx 頑張ってますか。過去のだとですね、一回なんか他で講習会がバッティングして全然繋がらなかったケースもあったんですけど、今日はどうでしょう、大丈夫そうですかね。繋がらない方手を挙げてくださいね。多かったら前で YouTube 流しますので大丈夫そうですか、平気ですかね。はい。それではもう非常にパッと見インターフェースどうですか、簡単そうじゃないですか。もうクリックしていけばできそうな感じしますよね。これ大事なんですよ。バイオのデータベースってすごいなんかね、賢そうなデータベースいっぱいあるんですけど、なんかどこクリックしていくか分かんないみたいなのが結構あってですね、それは嫌だなと思ってこういうのを作ってます。すいません、宣伝でした。どんどんこれ番号通りに進んでいきますので、今2番ですね、2番3番4番とどん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 先進んでくださいね皆さん。で、分からない方は私とやっていきましょう。で、今回のテーマがですね、組織特異的遺伝子を検索するということですので、いろいろ機能はあるんですけど、この通りやっていきましょう。そうすると真ん中の方に、見てすぐ分かる体の臓器っぽいなんか絵がありますね。アイコンが10個表示されていると思います。でこれマウスカーソルを乗せるとこんな感じで展開をします。それぞれこう大きなグループで分かれてるんですね。例えばこれだと生殖器系なんだなとか、あとこれだと脳ですよね、脳、大脳、中脳とかね書いてありますけど、とかあとこの辺はこういう感じでいろいろ出てきます。消化器系だとかね、こういう大きな10個のグループに大体分けてるわけです。で先ほど40個と申し上げたのは、これ全部展開すると最大40個になるよと、そういう話です。で今回の実習ではとりあえず例として肝臓特異的遺伝子を調べてみましょうということなので、肝臓皆さん分かりますね、これですね、肝臓をクリックします。はい。ここにも絵が描いてる通りでこれですね、臓器のアイコンをマウスオーバーしてクリックしてみます。そうすると今3番来ました。検索結果の一覧が表示されていると思います。で検索結果の一覧ではいろいろできるようになってます。ここにスクリーンショットも貼りましたけど、ソート項目の切り替えですとか絞り込みの検索、この検索結果をさらに絞り込むにはどうしたらいいかとか、あとリストへの追加とかあるんですけど、これは後でちょっと手順の11番以降でもう一回やりますので、そういうもんなんだと思っておいてください。
でそれでですね、一番上に遺伝子がでそれぞれこうバーッと並んでると思うんですけど、それぞれ青くなってる部分がリンクになっていて、その1個の遺伝子について詳細に見ることができるようになってますので、各遺伝子の青字の部分、実習では例フィブリノーゲンアルファチェーンって書いてあります。フィブリノーゲンアルファチェーンは多分2番目に出てきていると思いますので、これですね、これをクリックしてみましょう。そうするとですね、さっきは検索結果一覧ということでいろんな遺伝子が出てたと思うんですけど、今回今皆さんの画面に出てるであろうところは、一つの遺伝子、フィブリノーゲンアルファチェーンの、1個のデータが詳細画面として出ています。で今5番来ました。そしていろいろこうなんかですね、人体のマップみたいなのが出てきていたりしますけれども、これ実はそのヒートマップオンボディーパーツ 3D って書いてありますけど、このボディーパーツ 3D っていうのもですね、実は我々のその DBCLS が独自に作っているオリジナルのコンテンツで、あの解剖学の辞書からですね、こう 3D を作る、3D のマップ、詳細な 3D のマップを作るっていうプロジェクトがありまして、それのデータをそのまま使っています。でその人体の精密な 3D の各臓器があるわけですけど、そこに今回レフェックスで載せているような発現のデータをマップしているというふうになっています。で今回の例は肝臓特異的遺伝子を検索しているので、肝臓だけが赤い、ここに書いてあるんですね、赤、ごめんなさい、こうですね、肝臓だけで高い遺伝子を今選んできてますので、高ければ赤くなるし低ければ青いというふうな表示になってますので、肝臓だけがここにありますね、皆さんのこの溝落ちのところですね。でこの辺表示を切り替えることもできまして、肝臓だとこの体幹の部分なので、まあ、この辺に切り替えるともう少し見やすくなると。臓器、内臓の部分だったらこういう感じで見ると良いですし、例えば脳の発現を見たい、例えば海馬ってどこだっけなんて結構そらんじてる人なかなか少ないと思うんですけど、まあ、そんなのを探すときにはこの辺を押してですね、例えばこうぐるぐる回してみるとかいうこともできるんですが、回りましたね、こういう感じでぐるぐる回ります。ちょっとこのぐるぐる回るのはちょっとマシンパワーをいりますので、回らない方もいるかもしれないんですけど、一応ちゃんとこういうふうに回るようになってます。パワーは大丈夫だと。はい、ありがとうございます。はい、なんで直感的に、まあ、今回は非常に分かりやすいんですけど、よく素性が分からない遺伝子の場合はこういうのを見ると、あ、どの辺でたくさん出てるんだなっていうのをパッと見れるような機能ということでこういうのがついてます。で本題はですね、この右側の組織40分類別データということで、先ほど紹介した4つの実験手法を別に、これバーがこう立ってるわけなんですけど、そこにこうマウスオーバーをするとですね、その実際の値がこう見れると。で他と比べて、例えばこれなんかはもう腎チップを今見てますけど、他の臓器では全然低いんだけれども、肝臓だけでものすごく高いと。となると、まあフィブリノーゲンアルファチェーンなんで、まあ、非常にねメジャーな遺伝子なので、まあ、それはそうだろうという話になるんですけれども、まあ、それはそうだろうという当たり前の結果がちゃんと当たり前にこう表示されるというふうなことになっています。はい、今6番ですね、6番を終わりました。で7番、ダウンロードをクリックするとと書いてありますけど、この40分類のデータのこの左側、右側にダウンロードのボタンがありますので、これを押すとこの40個の実際のじゃあデータがどういうふうになってんだっていうのが Excel タブ区切りでダウンロードできますので、お手元の Excel のファイルでこう眺めることができる、 この絵じゃ信用できんっていう場合は Excel 等で開いていただければ閲覧することができます。ということが7番に書いてあります。で8番ですね、で下の方に行くといろいろ細かいですね、こういう ID の情報ですとか染色体の位置の情報、まあいわゆるその遺伝子を調べた時にいろいろ出てくるそのね遺伝子の個性みたいなところがこう出てくるわけですけど、まあいろいろ当たり前のリンク集みたいな形で使っていただければいいんですが、特筆すべきところとしてですね、ちょっと分かりづらいんですけど、このプローブセット ID っていうところがあります。
でこのプローブセット ID を押してみるとどういう情報が参照できるでしょうかって書いてあるわけですけど、で開くとですね、こんな怪しげなサイトがですね出てきたんじゃないかと思います。ググるなと言います。ちょっとなんかね、某巨大検索サイトっぽい色使いじゃないですか。パクリサイトっぽいですけど、これすごいサイトで、これも我々が作っております。すいません。で、ですね、開発者は後ろにいる内藤さんっていう人で、もしGoogleな興味ある方はあの人に聞くと全部教えてくれます。で今日は、なんでこれなんだという話なんで、別に宣伝のために出したわけじゃなくてですね、本当に使えるんだっていうところをちょっとお見せしたくて出してます。でこれプローブセット ID ってところにリンクをしてるわけですけど、これマイクロアレイをやられてる方はもうね、ご存知かと思うんですけど、マイクロアレイのその何でしょう、プローブにそれぞれ ID がついていて、それのことなんですね。プローブセットと呼ぶんですけど、プローブセットの ID をクリックするとなぜ Google などが開くかということで、なんかこう10本ぐらいこう出てきてるわけです。でアフィメトリックスのマイクロアレイの場合、こんなようにいろんなプローブがですね10個あるわけです。10個をまとめて一つの何か遺伝子の発現量を測るためのプローブにしてるわけなんです。っていうのが実はじゃあどこに遺伝子のどこにこういうプローブが設計されてるかの情報って意外にその探せないもんなんですね。で探すの結構大変だっていうのが我々の実感としてありまして、でそれが実はですね、このググルナっていうのはそのレフセックっていう非常に高精度な遺伝子のアノテーションがありますけど、そこに高速検索をできると、 Google みたいに遺伝子を検索できるよということで、ちょっとなんか Google っぽい名前のRNA を検索するというような名前で Google だと呼んでいます。でもうちょっと言うと、こういう情報ってググっても出てこないんですよ。なのでググるな、ググらずにググるなでググれみたいな、ちょっとよくわかんない感じなんですけど、そういうことなんで、ちょっと名前だけでも覚えていっていただければ幸いです。でこう下の方見に行くとですね、フィブリノーゲンアルファチェーンのレフセックのエントリーがこう出てくるわけなんですけど、こう下の方にバーッとちょっと行きまして、バーッと行くと最後に配列がですね出てくるわけなんですけど、よくね皆さんも PCR するときプライマーとか作るのにこういうのを探したりするかと思うんですけど、この色の変わってる部分っていうのがアフィメトリックスのこれ U133 のプラス2っていうあれなんですけどの場合なんですけど、こういうお尻の方にプローブがデザインされてるっていうのが非常に簡単にわかるです。でちょっとこれのありがたみがわからない方はそういうもんだと思っていただければいいんですけど、ちょっとピンとくる方はピンとくるんじゃないかと思います。でマイクロアレのデータを眺めてて、例えばですよ、ご自身の研究がこの遺伝子のこの配列でいうところの頭の方の例えばトランスクリプトバリアントの違いを見てるはずなのに、どうもマイクロアレのデータを見ると全然自分のデータと一致しないぞとかっていう場合は、マイクロアレのデータってのはここの遺伝子の発現量を見てるわけなんですね。そうするといくらこの上の方と比較をしても、もう全然違うところを見てることになるわけで、なのでこういうのを知っとくっていうのは実は大事な発言解析をする上で大事なことなんです。っていうのをちょっと皆さんにお伝えをしたくて、ちょっと脱線気味なんですがお伝えをしました。はい、そういうのも、このレフェックスを使うと、すぐこういうリンクが貼ってありますのですぐ見れるようになります。はい、戻ります。今8番をやりました。それでですね、ちょっと順番が前後してますが、この絵はちょっとスルーをして、で9番、遺伝子オントロジーをクリックするとその5タームを持つ、他の遺伝子を一括で検索できるとかいう意味であります。遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーって全然今日初めて聞きましたって方いらっしゃいますか。ぼちぼち、はい、遺伝子オントロジーっていうのですね、これもずっと話すと結構大変な長さになるんですけど、その
業界によってそのある遺伝子って言った時も、例えば農学の分野と医学の分野で同じ遺伝子を呼んでるはずが全然違う名前で呼んでるケースがまあまああるんですですね。例えばラーメンっていうなんか例をよく出すんですけど、そのラーメンを指すのに例えば品そばって呼ぶ人もいれば中華そばって呼ぶ人もいるんですけど、皆さんはそれは本質はラーメンだって分かってるから話が通じるわけですけど、品そばしか知らない地方の人だったらラーメンがさって言ってもラーメンってなんだよっていう話にこうなるわけじゃないですか。っていうのと同じで、そういうのをこう体系的にですね辞書を作って、あの遺伝子の分野でもそういうラーメンと品そばと中華そばは一緒だよっていうのを表現するそういう辞書を作りましょうっていうプロジェクトがありまして、それを有名なのが一番有名なのがこのジーンオントロジー GOGO って皆さん言うんですけど、まあそういうあの取り組みがあります。でこの GO で付けられたこの辞書のいろんな言葉の定義っていうのが核のこういう遺伝子にそれぞれついています。でこうバイオロジカルプロセスっていうくくり、どういうその生物の機能、生物学的な機能を果たすかっていうくくりと、あとセルラーコンポーネントっていう細胞のどこでその遺伝子が働いてるかっていう意味でまとめた辞書と、あとはモレキュラーファンクションとしてその分子としてどういう機能を持ってるかって、この3つの大きな柱の中であのその意味を整理をしているというふうになっています。でこのフィブリノーゲンアルファチェーンに関しては、例えば有名なやつだと血液凝固みたいなところに関係してるよっていうのをちゃんとブラッドコアギュレーションっていうのがあって、それの ID はこの GO の0007596っていうものですよっていうのがついてます。でこれが同じ ID がついてるってことは、他の遺伝子でもこのブラッドコアギュレーションに関係している他の遺伝子がヒットするわけです。なのでここでちょっと書いてますけど、例としてこのブラッドコアギュレーションをクリックしてみましょうって書いてあるんですけど、ここをクリックしてみます。そうするとこのブラッドコアギュレーションっていう意味がついた、語彙がついた、エントリーについては1745件あって、まあ、有名なねアルブミンとか、まあ、もちろん血液凝固に関係してるわけですよねみたいな感じで、こう血液凝固に関係しているものがざっくり取れると、まあ、こういうようなあの便利機能になっています。でこの辺はちょっとまた後でですね、この後半で話をしますので、ちょっとまあそういうもんだと思っておいてください。はい、でですね次は早速ファントム5の話です。でファントム5なんですけど、1個戻っていただいてこの上の方に行きます。で一番上まで行くと、今正常組織臓器40分類を見てたんですけど、ここにタブでファントム5掲示が選べるようになっていますので、ここをポチッと押すとビューアーが出てきます。これがファントム5の、データです。それであれあれサファリで出ない、そんなバカな、ちょっとおかしいんですが、皆さんの画面には解像度の問題じゃない、解像度の問題ですか、あでしたね出てきました、あのこういう感じになってます。で先ほど申し上げたように、これ今人のデータを見てるんですけど、だいたい550サンプルぐらいあるので、一つの画面で見ようとするとすごい大変というか無理なので、まあ、どういう工夫をしたかというと、この下の部分がこれ全部、これ1から500までの全体像です。で上は今この明るくなってるところありますね、ここの部分だけを拡大しているのが上の画面っていうふうになってます。なのでパッと見て、あこの辺高そうだなっていうのはすぐ見てわかるわけです。なのでこの白い画面をですね、この下のバーをドラッグしながらこう引っ張ると、上の画面がこう変わってるのがわかると思います。で高いところは高いバーが出てきていると思います。でバーッと一番高そうなところをこう見に行くとこんな風になってるわけです。で上の方にこう持っていって見てみると、ちょっと小さいんですけど、リバーのアダルト、成人の肝臓の組織ですよっていうのが出てくるわけです。
でこれだけだとそのさっきのと変わらないと思うんで、じゃあもう少しこうもう一個高いバーがありますよね。同じぐらい高いバーがあるわけですけど、このじゃあ高いバーは何なんだと思うと、これがですねヘパトサイトなんですね。肝細胞っていうんですかね、肝細胞、肝臓の肝臓を構成する細胞を、FAT5 ではこういうプライマリーセルとして取ってきてるわけなんですけど、まあそのまあまあ当然なんですけどね、肝臓を構成する細胞なんで肝臓特異的遺伝子が高く発現しているのは当たり前なんですけど、まあ、そういう、まあ、当たり前のデータがちゃんとこう見れるようになっているというふうになっています。はい。で今10番の大体の説明をしました。で、最後に、まあ、でこれ500サンプルぐらいあるという話をしたんですけど、じゃあ実際何が入っているのか見たいよと。あ、でここにですね検索窓がありまして、何か例えば、まあ、今ちょっと出しちゃったんですけど、ヘパトサイトが知りたいよって場合、ヘパトとかって打つとヘパトなんとか、まあ、文字列検索をしてですね、ちょっとなんか違うのもヒットしてるんですけど、これは何が当たったかっていうと、ヘパトブラストーマセルラインということで、肝だから、肝臓のがん細胞株ですね、ヘパトブラストーマのこの HUH6 っていうんですかね、こういうセルラインがあって、肝臓のがんで、がん細胞間の発現データがこう出てきてるようなんていうのが分かるわけです。だから550サンプル何が入ってるか知ってる必要はないんですけど、まあ、ご自身が見たいサンプルだったり、こう名前をですね入れてみる。例えばヘップ G2 とかですね、ヘップ G2 とか有名な、これも肝がん細胞株ですけど、ヘップ G2 とかっていうのはここでこう出てくるよとかっていうような形になってますので、いろいろ検索をしてみるといいと思います。ちなみに iPS とかも入ってるんですが、 iPS 細胞は全く発現してないということのようです。で、そうなんです、レフェックス、昔のレフェックスは40臓器入ってるんですけど、正常組織だけなんで、いわゆるこういう ES 細胞とか iPS 細胞とか、皆さんこうね今ホットで調べたいようなやつが入ってなかったんです。なんですが、今回このファントム5が入ることによって、まあ、この辺も調べられるようになったので、じゃあナノグが本当に iPS で出てるのかとかっていうのを調べたい方はちょっと調べてみるといいかもしれません。はい。で今10番ですね。あ、でサンプルの、ごめんなさい、ちょっとここにサンプル一覧がありますんで、何が入ってるか全部見たいよという方はこれでちょっと見てください。でここにこうデスクリプションでバーッと一覧されてますので、こんな感じでですね、こんな感じで見てってください。はい。でだいぶ時間が押してまいりましたが、11番ですね。検索結果一覧に戻ります。検索結果一覧、ここから1個戻ってみましょう。これですね、検索結果一覧で戻ってきましたらば、ソート項目を変えてみる。ソート項目、今は組織の特異性をキーにしてますけど、例えばじゃあもうちょっといろいろ他の、私はじゃあ RNA シーケンスしか信用しないよとかっていう場合は、 RNA シーケンスを高い順に並べてみるとかやってみるといいと思います。あとさ、まあまあこの中で特に最近いいのは、この注目度の高い順低い順っていうのがあります。これ何かっていうと、そのパブメドにリンクされた、そのパブメドの論文と遺伝子ってこう実は毎月ぐらいですね、こう紐付けされているんです。そのデータが更新されてるんですね。でちなみに一番注目度が高い、まあ、論文がたくさん出てる遺伝子っていうのは、P53 っていうね有名ながんのがん関連の遺伝子がありますけど、まあ、それが一番一応注目度が高いことになってるんですが、まあ、ここで一番調べて楽しそうなのは注目度の低い順ですよね。あまりこう皆さんの手垢がついていない、だけど例えば肝臓特異的遺伝子の発現としてすごい高いとすれば、肝臓の研究の何かネタになるかもしれないみたいな、そういう仮説が作れると素敵かなと思ってこういう機能をつけました。のでちょっといろいろいじってみてください。で、あとは、検索結果の絞り込みということなんですけど、左側にですねこのバーがいろいろありまして、今肝臓特異的っていうふうにしてるんですけど、じゃあここに遺伝子、じゃあさらに名前でですね、まあ、リバーを含んでほしいとかっていう場合は、ここにリバーと打ってインクルードすると、
遺伝子の名前に何かリバーなんちゃらっていうのを含む、例えばこれだとここにリバースペシフィックなんとかなんとかって書いてあるように、肝臓特異的発現を示しつつ、かつ遺伝子名にリバーを含む、もしくは例えば含まないとかっていう風な形で、絞り込みが簡単にできるようになっています。であと先ほど申し上げた例えばオントロジーなんかでも、例えばじゃあブラッドコアギュレーションだけに絞ってみるとかっていうことが簡単にここでできるようになっているので、まあ、ちょっとここちょっとすっ飛ばしますけど、いろいろ試してみてください。で最後にこの個々の遺伝子の詳細情報をリストに追加することができると書いてあるわけなんですけど、これどういうことかということでちょっとやってみたいと思います。でちょっと、まあ、このままでもいいんですけど、肝臓特異的遺伝子のリストをこう開いてみてですね、で上から3つをここに遺伝子の下にリストに追加するっていうボタンがそれぞれついていると思うんですけど、これを3つぐらい押してみてください。そうすると上のここのリストを見るというところがこう3っていうふうに3とか、まあ、押した数出てきてると思います。まあ、いわゆるアマゾンのあのリストみたいなもんですよね。あの買い物リストみたいな、そういう形でここに出てきてます。なんでもお気に入りみたいな感覚でやっていただければいいんですけど、でリストを見に行くとですね、3遺伝子がこういう比較対象リストに入ってますということなんで、最大今3つまで、ちょっとスペースの都合でですね3つまでしかできないんですけど、3つできますので、比較したいものを比較するボタンをこう押してください。で比較するボタンを押した上で遺伝子を並べて表示っていうふうにすると、ちょっと画面がビジーなんですが、まあ、こんな感じでですね、比較画面が並列にこう、先ほどのあの遺伝子の詳細画面っていうのをお見せしたと思うんですけど、あの情報が全部一個一個見るんではなくて、並列に横で並べることができるというふうになっています。でそれぞれこういう40分類のデータも見れますし、あの残念ながらあのファントム5のデータはちょっとこれ今できないんですけど、今40分類だけこういうふうになってます。でバーッと発現データもこんな感じで見れますし、で下の方に行くといろんな ID の情報も見れるようになっていると。で一番のおすすめはですね、あのこの下の方の遺伝子オントロジーなんですが、これ何が素晴らしいかというと、ここのスクリーンショットにも出してますけれども、この並列に比較することで見えてくる違いっていうのは何かっていうことなんですね。何かどうでしょう、気づきますか。ちょっともう答えを出しちゃいましたけど、差分が明確になるんですね。でこれジーンオントロジーって説明をさっきしたと思うんですけど、例えばこっちのこの3社は遺伝子発現の状況としては非常に似てるわけなんですけど、下の方行って遺伝子のその機能の情報を見に行くと、こういうジーンオントロジーがついてるの、一番左はついてるんだけども残りの2つにはついてないみたいな感じで、おそらくここから推測できることは、肝臓特異的遺伝子でこうリストされるんだけど、肝臓で働いてる機能はそれぞれ違うらしいっていうことが実は分かるということなんですね。ちょっとすごそうじゃないですか。ここから何か考えられそうな感じがしませんかね。でこれ一応、まあ、今回は答えが分かってるのでちょっと面白くもなんともないんですけど、これ一番生かされるところは、よく自分でもよく機能が分からない遺伝子が例えばマイクロアレイ解析をした時に出てきたとするじゃないですか、3つ。でその3つが全然今までの言ったら文献の知識では全くつながらないんだけれども、なんかこの辺から見てみると、あ、もしかしたら、あ、転写因子として機能してるのが一緒だとかっていうのは、実は文献も何も出てないんだけど、こう並列に並べると実は一緒かもしれないとかっていうふうに、何かその自分のデータなり、まあ、パブリックなデータなりでもいいんですけど、そこから仮説をこう作れる。じゃあそれを少し、じゃあ本当にウェットの実験で検証してみようみたいな実験をこう立案していけるようなデータベースになるといいかなと思って、こういうのを作っていますので、ぜひ皆さんのお手持ちのお気に入りの遺伝子なんかでこういうのをやってみていただくと、何か新たな発見があるかもしれませんという紹介でした。はい、ということで、
で14番はご自分のって書いてあるんですけど、今日はちょっと時間がないのですっ飛ばしますので、皆さんぜひご自宅なりラボなりで試してみてください。でもう一つ、その個々の遺伝子を調べるのにこのレフェックスがちゃんとしてくる前はですね、このバイオ GPS っていうのが非常に便利で、我々講習会でもたくさん紹介をしてましたが、今日はちょっと時間の都合でこれカットしますけど、ちょっとレフェックスのインターフェースが気に入らないという方はこちらも使ってみていただけるといいと思います。ちょっと飛ばします。 で次にあと15分しかないんですけど、最後のセッション行きたいと思います。でたくさんの遺伝子のセットを生物学的に解釈するにはどうしたらいいかっていうので、もう結構非常にいろんなサイトあるんですけど、一番お手軽で誰でもできるのがこのデイビットっていうサイトがありますので、これをちょっと使いながらマイクロアレイデータの生物学的な解釈どうしたらいいかっていうのを、最後クイズになってますので、分かった方には何も商品は出ないんですけど、ちょっといろいろ試してみたいなと思います。で、まあ先ほど NGS って話をしたんですけど、 NGS もマイクロアレイデータもほぼ一緒で、そのたくさんいろんなデータが出てくるっていう意味では一緒です。なので、そこを読み替えていただいても構いません。マイクロアレイ実験で今書いてありますけど、 NGS のトランスクリプトームの実験と一緒です。でその実験条件によって、例えば発現が何でしょうね、5倍以上とかよくあるじゃないですか。で P バリューがいくつ以下で、すごいそれっぽいの取れてきたよとかっていう話をよく聞くと思うんですけど、そういう実験のセットを持ってる時に、じゃあそれが取れてきただけでは何も、なんていうんですかね、知識として何もないので、そこからじゃあ生物学者がどういう意味合いがあったかっていうのを確認していくのが生物学のそのね、正しい進め方だと思うんですけど、それを考える手段としてこういうデイビットみたいなツールがあるよという話ですですね。で、その辺の話をですね、こう絵にしたのが昔からこれ我々使ってるものなんで、ちょっとバーッと見といてください。でそのP バリューが何とかとか、発現の値が5倍以上とか何とかっていうのは割とこう算数の話であって、統計解析ノーバイオロジーとかって書いてあるんですけど、全然そこは生物学じゃないと、数字でそろばん弾いてるだけなので、そうではなくて、この後のところがどういう遺伝子、その5倍以上とかなんとかっていうスレッショルドを切った時に出てきたものがどういう意味合いがあったのかっていうのを考えるのが大事だよっていう絵です。でじゃあこの生物学的に解釈をするにはどうしたらいいかっていうので、今一番簡単だ、誰でもできるような形でやってるのが、先ほど来出てきてるジーンオントロジーっていうのをそのリストにの遺伝子につけてやれば簡単にできるよという話です。でマイクロアレイのデータを準備してもらうのに、すでに我々の方で準備をしてあります。で、このマルヒ遺伝子リストっていうのがありますので、これをですね右クリックしていただいて開いていただくと、こんな感じで遺伝子のリストが出てきていると思いますので、これをですねコントロール A とかを押して、こう全体を全部をですねコピーしてください、しておいてください。で、もしくはその名前をつけてリンク先を保存すると、テキスト形式で保存されるので、どちらでもいいです。でこれが最後クイズという話をしたんですけど、じゃあこのマルヒ遺伝子リストっていうのがですね、どのような実験から得られたデータなのかを、皆さんに考察してもらうと、そういうようなセッションです。はい、でそれでは早速デイビットを開いてみましょうということで、デイビットはここがリンクになってますので、ここから新規タブを開いてみてください。このサイトがちゃんと開けてますか？大丈夫ですかね。でこの左上にですね、スタートアナリシスっていうところがあります。でそれを押すと、その寺院のリストをアップロードしてくれと出てきますので、先ほどのコピーした ID の列をここの窓に入れるか、もしくはファイルでダウンロードした方はファイルを選択してアップロードします。
でこれが今ステップの1です。でステップの2としてその ID のリストを今投げたわけなんですけど、その ID のリストは何の ID かっていうのはわからないので指定してあげる必要があります。でいろいろな、例えば何でしょう、今回はアフィメトリクスのマイクロアレイなので一番上が正解なんですけど、まあ、それ以外に例えばアジレントの ID だったりイルミナの ID だったり、はたまたその公共データベースのジェンバンクの ID だったりとかっていう、まあ、いろんなものが選べるようになってますんで、ご自身のお持ちの ID のリストが何かを考えてからご自身のデータでやられるときは変更してください。今回は変更しないでいいです。でリストのタイプは今回はその興味のある遺伝子のリストそのものなので、ジーンリストっていうところを選んでください。で選んだらばサブミットします。でサブミットをすると一つ、クイズの答えが分かりました。何の実験かっていうところで、アラビドプシスですねって書いてあります。アラビドプシスの遺伝子がおよそ3000個ぐらいあったんだということが分かります。でこれうまくその ID のマッチがうまくいかないとここでエラー出るので、ここをうまく利用してください。で今回はうまくいってるのでもうこれで終わりなんです。実は非常に簡単ですよね。もう誰でもできるということで、もう今ですね6番ぐらいまで来ました。でそしたらこの画面が出てきたら、下の方にあるファンクショナルアノテーションツールというところをクリックします。そうするとこんな感じで出てきます。でいろんなその取っかかりというかデータベース手がかりがこう表示されているわけなんですけど、まあ、一番リッチなのが先ほど来申し上げている通りジーンオントロジーなんですね。なので上から2番目のジーンオントロジーというところ、このプラスボタンを開くと展開します。でこんな感じで画面が出てきていると思うんですけれども、大丈夫ですか、出てきてますかね。で今8番まで来ました。で今回いろいろあるんですけど、それのうちの5ターム BP FAT っていうのに注目してみましょうということです。でこの BP っていうのは先ほど申し上げた通り、ジーンオントロジーのうちの一つであるそのバイオロジカルプロセスの略です。はい、なので、上から7番目ですかね、この赤くなってるところの、右側にチャートってなってますので、チャートをクリックします。そうするとこんなようなチャートが出てきて、こんなチャートが出てきたと思うんですけど、大丈夫ですかね。出てこないという方はスクリーンショット貼ってありますので、こちらでも見てください。8番の下の絵が書いてありますが、こんな感じで出てきていると思います。でタイトル行を押すとクリックするとソートできるんですけど、もう基本的にこれでいい感じでソートされてますので、このまま見ていただければいいんですけど、一番上に来たのがものすごく意味のある、そのいわゆる P バリューが低い5タームです。で一番上を見てみるとフォトシンセーシスって書いてあるわけです。フォトシンセーシス分かりますか皆さん。農学部なんでね、もう釈迦に説法なんですけど、光合成ですよね。光合成っていう5タームが一番上に上がってきたよということが分かります。じゃあさらにですね、じゃあセルラーコンポーネントだったりモレキュラーファンクションを見ると、もう少しこのデータが何だったのか分かりそうな気がしてきますよね。なので、一緒にセルラーコンポーネントだったりモレキュラーファンクションのチャートのボタンを押してそれぞれ見比べてみましょう。そうすると、これはセルラーコンポーネントを見てみると、プラスチドとかクロロプラストとかね、こういうタームが上位に来るわけです。でセルラーコンポーネントは何だったかなと思い出していただくと、セルラーコンポーネントなので細胞内の極材ですよね。その遺伝子がどこで働くかっていう情報ですけど、どういう遺伝子がプラスチドで働くかな、クロロプラストで働くかなということを考える材料になるわけです。
でもう一つは、モレキュラーファンクションなんで見てみるとコファクターバインディングとかクロロフィル、また出てきましたね、クロロフィルバインディングとか、まあこんなようなタームが出てきたわけです。一番ヒントになるのは、バイオロジカルプロセスとセルラーコンポーネントだと、今回の例で言えばだと思いますので、この辺を頼りにちょっと時間もあと5分になってきましたので11番もあるんですけどこれをすっ飛ばします。あ、で言っときます、これ答え合わせをクリックしないでくださいね、これ答え出てきちゃいますのでもうダメですよ、これあのダチョウクラブじゃないですからね、クリックするなよってやつですよ、本当にクリックしちゃダメですよ、いいですね、後でクリックしてください。で、じゃあ今までもう材料は皆さん今手にしましたということで、もう一回じゃあ問題を振り返ってみると、デイビッドで得られた結果を踏まえてある実験っていうのはどのような実験だったのかっていうのを考察してみましょう。でもう一回おさらいすると、マルヒー電子リストっていうのはある実験の前後2軍間で比較をした時に発現がガーンと減った遺伝子群のリストを今デイビッドに投げてます。でかつ生物種は白犬ナズナ、アラビドプシスなんですね。でさらにここには書いてないですけど、今見たようにジーンオントロジーのバイオロジカルプロセスで見てみると、光合成に関する遺伝子が一番その中で多かったよ、優位に多かったよっていう情報が今皆さんの手元にあるデータです。でもう一つ例えばセルラーコンポーネントで見てみると、プラスチドとかそういうタームが出てくるっていうのももう一つデータとして得ています。ということで、じゃあそういう遺伝子がガーンと下がる白犬ナズナの実験ってどういう実験が考えられますかねというのが問題であり今回の答えです。でちょっと少ない時間少ないですけど考えてみましょうで本来は皆さん実験をしてですね、ご自身の例えば2軍間の比較でも全然構わないんですけど、結果を知っていて何が動くかわからないっていうのを調べるのにこういうのを使うんですけど、まあ、考え方としては一緒なんですね。これはどっちかというとポジコンなんです。本来はこれが動くはずのものがちゃんとデイビッドで見た時にちゃんと、あ、ちゃんと動いてるよねこのデータがねって言った上で、さらにじゃあ見ていった時に、あ、なんでこんなのが上位のジーンオントロジーで来てるんだろうとすると、あ、もしかしたらそこにヒントがあるのかもしれないっていうのがこれ本来のデイビッドの使い方なんですけど、まあ、なかなかね個別で実験データをご用意するのも大変なので、まあ、今回はちょっと逆引きみたいな感じになりますけれども、答えがわからない謎の遺伝子リストがあった時に、このじゃあ元の実験が何だったのかっていうのをリバースエンジニアリングするというような感じです。まあ練習問題みたいなもんですね。どうでしょう、どなたかこんなんじゃないかっていうピンと来られた方、もちろん外れても構わないですし、このどう考えてそれに至ったかっていうのが大事なことなので、別に答えが合わなくてもいいんです。答えがないのがねこのサイエンスの面白いところなので、ぜひどなたかピンときた方いらっしゃったら教えていただければいいんですが、時間も残り少なくなってまいりましたので、ネタバラシをしてもよろしいですか。はい、それではじゃあ答え合わせをですね、答え合わせを調べるじゃない、開くとなんと答え合わせ出てきました。こういうことなんです。あ、もうちょっとです、あ、まあ、上にこれちょっと下で申し訳ないんですけど、答えはアラビドプシスの
まあ、植物ですよね。で植物の細胞と、あとはその植物細胞というのは細胞壁というのがありますよね。でその細胞壁を分解する酵素を用いて作った植物細胞、もうこれプロトプラストとかって言いますよね。でそれと植物細胞と、ノーマルの植物細胞とプロトプラストを比較したデータだったんです。でこれつまりはどういうことかというと、植物細胞の脱分化とかって言いますよね。あの接ぎ木とかするときにこう脱分化するとかってね、説明いりますか、大丈夫ですか、ね、葉っぱをこうちょん、葉っぱというか枝をこう切って植えれば植物はこう生え直すわけですよ。人間はそういうことできないですけど、できると、植物細胞はできるっていうことで、もうかなり今昔の、ね、研究でこうやられてるわけなんですけど、まあ、それのデータです。どうですか、もう予想した通りだなっていう感じですよね、皆さんの顔を見れば。でまあまあいいんです、あのちょっと違ってても全然構わないんですけど、まあまあこういうことなんです。でこういうことなんで、こういうデータをやるとああいう結果が出るんだっていうのが分かっていれば、今度じゃあご自身のデータをやった時に、これはもちろんポジコンのデータなんですけど、あれなんでこういうのが出てくるんだろうみたいなのを気づくのが大事な観点なので、まあ、ぜひご自身でやっていただければなと思います。で私これもうマル秘遺伝子リスト作っちゃったんですけど、もう一回作る、本当かっていう方いらっしゃると思うんで、物が適当なことしてんじゃないかと思われる方はですね、このマル秘の元のデータっていうのがちゃんとあります。でそれはちょっとあんまり説明してないですけど、このジーンエクスプレッションオムニバスっていう、そのマイクロアレのデータを全部ここにデポジットするっていうサイトがありまして、ここに生データが全部置いてある時代なんです。で、外でタイトルなんか見るとちゃんと書いてますよね。アラビドプシスのリーフセルとでディファレンシエーションしたプロトプラストを比較したよみたいなことが書いてあるんです。なのでこの辺から生データを落とせますので、解析し直してですね、じゃあ私はあの減った方を今出しましたけど、上がった方が怪しいんじゃないかっていうのがちょっとね、鋭い人はピンときたかと思うんですけど、まあ、ちょっとこの上がった方じゃ調べてみると面白いかななんていうのが、もし興味ある方はご自身でやっていただける。でその内容なんかはですね、過去の講習会で私たちやってますので、ちょっと探していただければすぐ出てきますので、ぜひやってみてください。はい、ということでちょっと駆け足で来ましたが、全体を通じて何か細かいところでも構わないんですけど、質問あれば今お受けしますけど大丈夫ですかね。どうでしょうか。質問ある方は大丈夫でしょうか。それでは小野さんありがとうございました。